率直に聞きますが、進捗どうですか？正直なところ、いろいろ忙しすぎて進捗がないです。フォントの契約更新ついでに新システムに切り替えたりとか勤務が忙しかったりとかホロライブと極楽湯のコラボ行ったり。どう考えても改善の余地あり。まあちゃんと遊んだ分だけ進捗はあるのでだ。パンも焼ける、接客もできる選手になっちゃったよ。おととしぐらいに注文したココアさんが去年9月に届きました。動画のネタもおととしのやつ再利用するのやめてもらっていいですか？ SDGs に配慮した動画作りを目指しています。外装は前のひふみんと比べると控えめ。あれはあれで遊び心があって面白かったですが、今回のもシンプルで良き。説明書を見ながら組み立てていきます。ナチュラルになんてことをしでかしてるんすか？なんすかねこれ。今回はただつけるだけで良さそう。単純明快なの本当にありがたいです。くるくる回すお時間です。星5のココアちゃんが立体化したその全容をお楽しみください。ちゃんとコーヒーカップが持てるようになってるの細かくて好きです。イラストでは見えないところまで表現できるのがフィギュアの大きな強みだよね。背中の大きな武器なんかまさにそうですよね。イラストではチラッとしか見えないのを大きく補っているわけですし。どうでもいいけど刺さると痛いから気をつけてね。どうでもよくないのでは。改めて正面から見るとしっかりとポーズもとっててすごい。ちなみにコーヒーカップは取り外し可能です。だからといってそれだけ回すのは違うと思います。